そう、半ドラ見てきたの。普通にゆいたんと、そう、半ドラ見てきた。ゆいたんとスイパラ行って、違うよ、この白い。そうで、スイパラ行って、まあでもなんか一人で、まず最初に東京着いたのが結構早かったから、朝早かったから東京に行ったのが、だから一人でちょっと観光して、観光っていうか原宿歩いて、ここは原宿で、可愛い原宿で一番可愛い女になってきて、でなんかベレー帽が欲しくてベレー帽買おうと思ったんだけど、なんか被り方わかんないからやめたんだよね。でスタバでゆっくりしてたら、ゆいたんが用事が終わったから行く、なんか本当はスイパラの時間で約束したけど早く終わったからって言って、スタバで一緒にスタバ飲んでゆっくり、そうでスタバで話して、でスイパラでも話して、一生話してた。そう、そんな一日でした今日は。でもコンタクト取っちゃった、いっぱい写真アップしてくれてありがとう。俺を見てきた、皆さん花誰見てきましたか。11枚目シングルと、あ、そう、12月の8に、あ、7に NMB 劇場で825のライブ、あの、なんだっけ、実在 STU のうちらぶち最高時計と実在 STU の挑戦が決まりました、イエーイって感じですね。そう、決まりましたよ。皆さん来てくれますか、 NMB 劇場まで。来てくれなかったらもう知らない。お話し会再販してるので、お話し会来てください。最後のお話し会、最終お話し会、最終受付お話し会。そうだって、うちお話し会売れないとさ、選抜入れないから。だから皆さんお話し会来てください。あ、違う、間違えた、神奈川来ようって思わせられないってダメなんだよね。でもなんかもう最近思ってきた、私はなんか SNS のフォロワーいればいいやと思ってきた。 SNS のフォロワーが欲しい。 SNS ステータスで生きていこうかなって思った一瞬。ちゃちゃちゃーん、よいしょ、ちょっと縛り直した、ボサボサだった、今でもボサボサなんですけど、ケロケロ。そうだよ、そう、ずっと遊ぶ約束してたから。え、ベレー帽の頭じゃないのかなと思った、ベレー帽が似合う頭じゃないのかなって思った。これ今日ね、つけてたの、ここにこうやって、これもつけようかな、この辺に。そう、スイパラのコースター、ランダムだよ、コースター、当たった、リリちゃん、やばくない。でもさ、グッズさ買ったんだけどさ、缶バッジがさ、うさちゃんでさ、いた、写真がさ、ミコリちゃんとさ、あの、花瀬舞ちゃんだった。ビリちゃん当たんなかった。で、あ、でも自分が本当当たったのは、ノアちゃんが当たったけど、ユイタはノアちゃんが好きだから、ノアちゃんの、あの、やつあげた。写真のやつあげた。だから、舞ちゃんも、イルミ見てないよ。もうその季節なの。おもろ。おもろくないだろな、もう。何がおもろい。そう、懐かしい。うん、でも去年じゃない、違った。ゆいたんと出会った時遊んだのもこんぐらいの季節だった。で、帰り討ち一人でイルミ見に行った記憶。今日は新幹線で帰ってきた。取って出し写真の時にカナダポスターかけてすまん。え、待って、おもろいんだけど、見とけばよかった。え、ちょっと後で見てみよう、全体写真。私ね、見に来てたんですよね、本当に。何をしてんだろう、暇人め。スウェッティースメールだけでも出ればよかった。まあ出させてもらえないんだけどね、出れないんだけどね。出ればよかったとかじゃないんだけどね。そう、お話し会の前日ですよ。そう、かなたんのね、タイトル見てください。大阪、
当たれば行く、嬉しい。どんぐらいの大きさなの NMB？ ファンちゃんありがとう。いっぱい行ってから当たるかな。当たります。 HKT なら行く、うん、マジ NMB 劇場で絶対行く。本当嬉しい。そう、3期生と 2.5 で、あの公演、まあなんか、うん、出張公演って言ってるけど、なんかまああるよね、 2.5 と3の実際っていうのあのライブをするので、もう見に来てください。ライブだよね普通に。だってあの量はえぐい。もう公演とかじゃない、ライブです。ニューシングルあるからお財布固めは？じゃあいいし、来なくても別に。やさはたありがとう、かんちゃんありがとう。あカナウは行かないよ、だって私歩くの苦手だもん。昨日ディズニー行った時もさ、昨日さイブちゃんとディズニー行った時もさ、あのずっとねエレベーターとかエスカレーターとか使ってた。だってさ歩くのさ疲れちゃうから、階段とか。でも最後のその舞浜駅の子だけもう階段でもめっちゃ頑張った。だってもうね終電逃すから。初めて11月30日のオンライン話し会室、あー嬉しい、ありがとう、来てくれて。ステラって呼べばいいの。かんちゃんありがとう、嬉しい。ノアちゃん違うよ、ノアちゃんはアイライフのノアちゃんだよ。そう、もうやばい、幸せだった。めっちゃスイパラだってさ、スイパラさアイライフの曲がずっと流れてるんだよ。イメラおとキスずっとさ流れててさ、幸せな気持ちになってニタニタしながらさスイパラ食べてさ、食べ放題なのにあんま食べれなかった普通に。まあユイタの話だっていうのもあるけど、本当にマジで幸せだった本当に。もっとキスハグ一瞬でせいやなだだちゃ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 。マジで可愛い。なんであのミサは可愛いんですか、教えてください。吉川さんありがとう。全力撮影コールかけておもろい。え、聞きたかった。え、じゃあそんなに聞こえなかった、後ろなんか意外と高かった。乱入したかった本当に、鼻だれ出たかった。出張会そう240、ああんまいらないんだ。でも一部二部あるからね、両手も来てください。おすすめは一部だけど、うちが好きなのは。でも二部も好き、一部も好きだし。そうそう、ハタありがとう。体のいさ写真全部可愛くて勤めちゃう、ありがとう。めいさん嬉しいよ、めいちゃんありがとう。嬉しすぎる。やばい、コンタクト外してるからもうさ全然見えない、遠いと。240か。ステージにセリ？何セリって、セリってあれ、マグロ安く売るやつ、あ違う、ね、値段上げていくやつか。九州まで徒歩、そう NMB オーション参加での念願かなったと言えるだろう。確かに NMB 受かった時の気持ちになる。東京駅の乗り換え、そう、え若いのにね疲れちゃう。だってさ、だって歩くの疲れるから、なるべくね歩かないでね行きたいよね人生。そう、巻きついてる私さ、なんか最近さ、なんかめっちゃさ、こうコロネみたいな縦巻きになっちゃうんだよね。でも私がしたいのはウェーブしたかったんだけど、でも朝急いでできなくてこんなになっちゃった。まあいいか。インスタも TikTok も X を見てね。 TikTok 上げた、うち TikTok 上げたの何も出してないからみんな見てね。うんステラレイモンスター差し入れもらえるの、どういうこと、めっちゃずずしいやつじゃん。どういうこと原田公園の見学に行って差し入れ全部持って帰ってくるってこと。持って帰ってこないわ。原田配信見てたらサプライズで11枚シングル発売決定したよ。そうだよ、私原田いましたよ、その場所に見学行ってたから。びっくり、11枚目。11枚目シングル、でもさ、待って、普通に考えてさ、うちの声が入るとは限らなくない？だってさ、前回はさ、優待達とかあったしさ、あったから入ったけどさ、あ、スメルもあったか。普通に、あんまりさ、
とありがとうメガネ。なんでメガネ？11月23日昼しか出んのね。夜乱入する？どういうことどういうことどういうこと。ひろしさんありがとう。知り合いかな見たって言ってたから、かなでかなコールすればよかった。あーそう聞いてください。EXシアターから、まあ、タクシー拾って帰ろうと思ったんですよ。まあなんかでそしたらなんか迷っちゃって、道にタクシーもいないし、なんか大きいし道路、そしたらなんか EX シアターの前に来ちゃって、目の前にでファンの人いっぱいいて、なんか目の前だからだからちょっと小走りしてたら、あれ福越で見たぞっていうファンの方がいて、あれいるなって思って、クルさんのファンの方かな、でクルさんのファンの方がいて、だからびっくりした。オークションオークションやるの舞台で。ひろしさんありがとう。ツインテール本当にありがとう。嬉しいよ、めちゃめちゃ嬉しいだけ。ライボスハートありがとう。 NM 劇場やるの楽しみにしててね。写真すごかったらしい。え本当出たかった。ゆうさん誰もありがとう。会場で遭遇して思わず二度見した。え会場で遭遇した、どういうこと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 。エスカレーターみたいな、エレベーターみたいなやつもしかして。えそうなんかね、なんかね楽屋にいたんだけど、なんか客席行くのにさ、そこ通ったなんか意外とさ、なんかファンの方がいてさ、でもさなんかファンの人なのかさ関係者なのか分からなくてさ、どうしようかって思った。あれはファンの方だったんだ、関係者の人かなと思ってた。せいかありがとう。えファンも大変そうなの。昨日モデルのレイさんが井出かなうさんが可愛いと配信したんでびっくりしたわ。ん？モデルのレイさん？教えて教えて、 X 上げて、私も見たい、気になる、教えて。嬉しい、可愛いって言われて照れちゃう。あなたたちが知らない世界。サイン会ありがとう。テスラさんあとありがとう。とても笑顔が素敵、いつもついたサイン可愛くてビビる。どういうことだ。あそうじゃん、昨日あったじゃん。あ違う、一昨日か、福フェスか。びっくりした。またさ、花垂れでかなうのこと見たよなのかと思ったよ一瞬で。これさ、ちょっと光の加減でさ、なんかベージュみたいなに見えるんだけど、これピンクなんだよ、しかも全身ピンクなの。ちょっと椅子に立っちゃおう、かわいいから。怒られるかな、もういいや、バレないよ。よいしょ、じゃーん、ほら全身ピンクなんです、かわいいでしょ。ママ寝てるからバレないように椅子の上立った。新シングルでかなちゃん話し会待ってるね。今シングルで待ってるけど、今シングルでまだお話し会終わってませんよ。ねここ赤くなっちゃった、なんかクソおしゃべりヘリクツノーレス女のファン。やった嬉しい、ファンでいてくれてありがとう。それでも好きでいてくれてありがとう。だからこれからはしっかり右側をさ、やっぱさ上手にしてね、右側を上手にしてじゃないと私わかんない。もうなんか世間の上手だし持ってると、なんかうち脳みそが逆だから。え床が持ち上がる。あなんかねそれね話した。マサヤさん、ライボさんありがとう。インドラさんありがとう。あ小平だ、何してるの。いたのかなちゃん、小腹がいつも見つかるのに。そういたよ、私見てたよ。ペンライト忘れちゃったけど見てたよ。ハタありがとう。えそうベージュじゃないんだよ、ピンクなんだよ。結構ピンクだよ今日は。メイクもピンク。なんかさメイクピンクしたらさ、なんかさプリがさ結構ピンク目でさ、メイクがなんかプリのメイクも真っピンクになってた目が。どうでしたか今日は、みんなはどんな一日でしたか。中央部分が上下する、すごっ、とても似合っております、ありがとう。そうくすみピンクみたいな感じ。えアンコール前、え私さ、えあなんかあそこら辺のさ、なんかあそこら辺の階はなんか関係者しかないから いないから自由に動いていいよって言われてたからさ、こうやってふーんって外出たんだけど。普通にファンの人いたってこと。なんてこった。そうアンコール前ぐらい。え手振ってよ、かなうちゃんって言ってよ。関係者かと思った全員。大人の人かと思った。可愛いコーディア、ありがとう。サイン会待ってるね。マルス結婚してありがとう。
しないよ。出張公演してるってこと一人で今。毎日アイドルドロップデート。何が悲しいんだろう。よくよく考えてうちわ見せたからわしって分かったじゃん。だからうちわがなかったの。なんか見えなかったんだよ。見えよね。え、違う違うんです本当に。だから紙手としまってか分かんなくて、で探したからけどいなかったの。なんでいなかったの。2日分チケット持ってたん。ん、何の。ん、あ、昨日15分しないからってこと。え、そうだよ、持ってるよ。もっと持ってるよ、たくさん持ってるよ。そう、ティティティ。え、ほんとにさ、もうアイライフが可愛くてさ、もういて幸せでした。今日という日がなんかめっちゃ幸せで、なんかもうなんか可愛い子っていいなって思って原宿行って、なんかさ、マジで原宿って何したっけな。ここは原宿、原宿なんか楽しかったな。何したか分かんないけど、結構なんか懐かしい気持ちだった。分かんないけど原宿楽しい。やっぱ初心に戻るのが一番だよね。私フルチップ入ろうかな、こうやって原宿から世界へみたいな。なんかそんな感じだよね。原宿めっちゃね、なんか今日特にどこも行ってないわ。あ、東京駅行った。東京駅のなんか地下のとこで一人でぐるぐる迷ってた。 GU じゃない、ユニクロ探してたのに、いなくてユニクロ探してたんですよ。めっちゃ迷う、あそこ。なんか八重地下みたいな、なんかもう分かんない、何あれ。一直線にしてくれ。福編でかなうちゃん見て、さらにもっとガチ恋して沼った。は？嘘つけ。だってかなうがさ、なんかみんなにさ、カメコの写真見せてたからさ、かなうはって言ったらさ、無視したじゃんよ。もうかなうは許さない。かなうはさ、話しかけたのに、他の人のことばっか見てたんでよ。え、そう、なんか大人の人なのかなと思った。あそこにいるのは全員。大山さんありがとう。ちまた手振ればよかった。え、そうだよ。うち大人の人だと思ってた。お疲れ様ですって言っちゃったかな。え、そう、なんか大人の人だと思った。なんかいっぱい大人いた。大人こう見る。嘘だよ、怒られちゃう。嘘ですよ。現場まで探偵に来るとは。そう、今日でもちょうど普通に東京にいるって思ってたから、自分そう帰省してるけど、スイパーで東京来る予定あったから、そう、泊まって予定あったんだよ。本当になんか東京楽しいって田舎者の発言でした。バイ田舎者。レスもらえなかったから、何かで撤回しないと次シングル0枚ですぞ。え、違う。え、でもいつも優しくしてるじゃん。いつも優しくしてるじゃん。ねえ、聞いて。今日さスタバでさ、一人で待ってたんですよ。最初ゆいたんが来るまでの間に、なんか隣のなんか夫婦かカップルが、なんかどういう関係か分かんないけど、なんかめっちゃ怖かったの、会話が。なんかね、聞いてほしい。なんかブスって、夫さんか分かんない、男の人が女の人にブスって言うんで、ブスってやばいよね。ブスって男の人が女の人に言って、なんか女の人が多分なんかこうやって普通にスーって飲んでたの。そしたらブスだねって言って、なんだっけ、そしたらなんとか腹だよみたいな女の子が言って、なんかそれひどいよみたいな言ってて、女の子っていうか女性の方で、なんかいやでも本当にちょっとだけ思ったからとか言って、なんか怖っと思って、そんなこと言うの。あ、そう、モラハラ、それモラハラだよ、やめてみたいな。女の人もなんかふざけながら言ってたんだけど、めっちゃ怖いと思って、本当に、え、ブスって言ったと思って、ひどいと思った。でもその後に、でも本当に可愛くないとブスとかそういう冗談言えないからって言ってて、怖いって思った。めっちゃ怖くない、なんか男の人、いや男の人ってくくっちゃいけないよね。なんかその人怖いと思って、めっちゃなんか、しかもその後にスマホ見て、なんか誰かの写真も見て、なんかねえブスじゃないって、なんかブスしか言わないの、ブスしか。口からねブスって言葉しか出てこなくて、めっちゃねびっくりした。本当に
こんなブスブス言われなんかもう言われたらなんかブスなっちゃうよと思って、私が勝手に隣で話聞いてた、私が東京終わりって感じで寂しくなった。またやりたいよね。よかったです、本当嬉しい。これはでも自分で自分の誕生日に買ったんだ。セットアップでクリープさん茶色系に合いそう。本当くすみピンク担当、もうガンピンクだもん。わざわざさん知事ありがとう。原宿でスカウトされそう。原宿でスカウトされなかった俺。でもなんか高校の時よく行ってたんだけど原宿に暇人かよって感じ、まあ、暇人だから行ってたんだけど、その時とかあったけど、でマスクしてたからね、マスク普通にマスクしてスカウトってどういうこと。渋谷で洋服買ったの。渋谷で洋服買ってない、広島で買った。なんかタワーが来たぞ。ちょっと待って、充電がなくて動きがカクカクしてきた。よいしょ、ちょっとなんか倒れそうですね。うわ、価格変わった。よいしょ、オッケー。特典会で棚の近く座ったけど、わしいい匂いだった。ディオールの匂いした。ディオールの男ってこと。やっぱりさんありがとう、だるま。ちょっと息が終わった。あー、はるちゃんハートありがとう、嬉しい。毎日見てるよん、うん、DM ニヤニヤしながら。かなちゃんと同じ静岡県出身、20年じゃねえ、20ブルース。えっ、あった、嬉しい、泣いた泣いた、かわいい、ありがとう、小平嬉しい。それは浮気者ですか。はるちゃん、はたありがとう。かなと握手してみたいな。べちょべちょだよ、手汗べちょべちょだよ。嘘、ごめん嘘です、めっちゃいい匂い。今日はあのジル あのハンドクリーム塗ってて、めっちゃうちあの匂い好きだから、だからいい匂い。あ、そういえばママとパパが誕生日プレゼントでスニーカーくれた、嬉しい。北海道クーポンありがとう、音符。京葉線に行く時あったような、え、なんかわかんないんだよね、下町が本当は面白い、あそこわかんない。かなも会いたいよ、 TMFM さん。そう、夫さんがモラハラ、そう、夫生みたい、そうそう、それでも好きなのみたいな感情なんやろうけど、やばい。え、そう、なんか結構なんか女の人もなんか、いらんやんみたいな感じだったけど、え、これ傷つかないのかなと思って、なんで分かる、なんかどういう関係か知らんけど、結構なんかね、面白か、面白いじゃん、面白いじゃない、なんか変わってた、結構なんか。それがいいっていう女性がいるの、怖いね。女の子は可愛いか綺麗な人しかいない、本当に女の子はみんな可愛い。キャンメイク東京伊豆東京なので、そいつに彼女写真見せたい。おー、ブスだなーっていうそしたらブーメランっていうシュウさんありがとう、音符。もうシュウさんで慣れただんだんニュー可愛いと思います。かなもニュー可愛いと思います。充電器をどっかになくしちゃう人も入荷はいいと思います。あ、画面が暗くなった。あ、しーちゃんだったのね。しーちゃんありがとう、お誕生日当日忙しかったらごめん、ありがとう、ありがとう、しーちゃんありがとう。しーちゃんのインスタ見た嬉しい、ありがとう、タワーありがとう、よしよし、ありがタワーです、ありがとね、しーちゃん嬉しい、嬉しい、ありがとう、しーちゃん嬉しいよ、かわいいし、なんかクマ乗ってるし、クマの上にクマが乗ってるし。ステラさん、デモさんありがとう。 SC のメンバーみんな東京に染まる、どういうこと、染まるって、染まってないでしょ、広島にいるニスのが多いんだもん。かなちゃんの明るさ好き、本当？ファンデーションは19のライト使ってます、ハッシュタグ19のライトみたいなやつ使ってる、色バニラ粉のディオール使
つけてないけど、え、じゃああれだよ、あの、じゃあバニラ粉じゃない、じゃああのジルの匂いしたわ。ハローさん、おっぱありがとう。イリさん、シングル楽しみ。楽しみ。どんな感じなんだろうね、気になるね。うちの声入っててほしいな、1ミリでも。普通にさ、もう一回3期生の曲欲しい。つったらうちがセンターがいい。インプレッション1位なんで、井出かなさんがセンターの3期生楽曲ですとか欲しい。まあそんなことはないか、普通に。元気さん、ありがとう。知ってるよ。ね、本当にマジでさ、今日もうリリちゃんさんが可愛すぎてさ、癒されてた。でもうさちゃんさんも可愛いよね。私この前の服フェスはうさちゃんさんリスペクトメイクだった。みゆぽんに言われた、いいよ、いい感じのメイクだよって。特典会の撮影でかなちゃんのピースと私のピースが重なってた。ってことはつまりピースの運命ってこと。つまりピースの運命ずつキュンバッキュンドッキュンってことか。運命ってことだね。イデジロがジロ、嘘だよ。78番付き合ったか NAB 劇場で見たら泣いてまうわ。あっ、ナナハ懐かしいな。皆さん、イデカナが NAB 劇場立ってるとこ見に来てください。私の夢だった場所。どういうこと、憧れていた場所へ。皆さん見に来てね。でじびちょびちょって冗談とかもいけば、握手うまそうと思いきや本当にびちょびちょかもしれない。そうだよ、本当にびちょびちょかも。びちょびちょ。やだ。ライボさん、ありがとう。お疲れさん、もう寝ますね。かなちゃん、おやすみ。ありがとう、来てくれてしょ。男はどうせその男は女にストーリーで叩かれてるよ。どういうこと、この男やば、わらわらわらって。長く続かないだろうね。わかんない、結婚なんかわかんない。あれは夫婦だったのかな。まあ人の関係に勝手に口出すのもあれだけどさ、知らない。なんか夫婦わかんない、なんかまあ夫婦かな、夫婦みたいな。夫婦だとしたらずっとさ、ブスって言われてるの辛いよね。そう、人が嫌がることはやらない方がいいですよね、本当に。そう、なんかさ聞いててさ、なんか自分もブスになりそうになった。ブスブス言われすぎて。通所行く、え、叶うのってこと、なんでなんでなんで、嬉しい、やったーやったー、なんで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 、嬉しい。え、一緒に来てくれるってこと。ハッチさん、にゃんこぶたさん、ありがとう。ハッチさん、ありがとう。東京の風吹かせて東京の憧れを強る、東京の憧れを強めてきた人、東京の風吹かせて東京の憧れを強めてきた人。うわ、イキリってこと。最近カナを覗いてなんか多い人、私のイラストリー見に来た、どういうこと。え、どういうこと、どういうこと、なんで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 。イラタキリリちゃん、誰それ。コノカリリちゃんです。カイチさん、レボさん、ありがとう。カナちゃんは僕のセンターです。僕の瞳のセンターってこと、もしかして。嬉しい、そんなこと言ってくれて。忙しいのに DM 見てくれてありがとうね。広島でのス、そう、広島でミューポンとスイッパー行く約束してるから、ライブコラボ行きます。やばい、本当に可愛い、マジでめっちゃ可愛かった、本当に。やばいやばい、もう好きが増した、最悪好きが増したんですけど。カナの冬制服ポスターの正しい使い方してきたから、後でポスター見た。見たよ、デートのやつでしょ、マジでおもろい。みんなあれ使ってよ、一緒にカナのイルミネーションさ、あの制服でデート、放課後デート、ハッシュタグ放課後デートでさ、みんなさ、カナのさ、あの制服の衣装のさ、制服じゃない、あの学校のガチの制服みたいなさ、衣装のさ、生写真とかさ、あ、生写真じゃ間違えた、グッズさ、ゲットしてよ、ゲットしてよ。え、眠気じゃ当たらない、そうなの。めっちゃいい匂いだと思い出、うわ魔法だね。それちょっと匂い嗅いでるのちょっと変だね、こうやってで匂い嗅いでるんでしょ。昨日ユーナの配信でイデジルイデジルって言ったら、大真面目にかなじゃなくてジルになってるよって指摘された。やばい、あのさ、なんかさ、なんか昨日さ、あ、ちょ、この前と友達遊んだ時にさ、普通にさ、自分のファンの人の話とかをしてて、この人はこういう人で、私は別に自分のファンの人のことが好きだから、なんか説明したくなっちゃうの。
そういうなんかファンの人の話とかになったら自分説明したくなるの、自分のファンの人のことが好きやから。だから説明した時に、あこの人はなんか なんでこの人カナダの漢字間違えてるよねって友達が言ってきたから、あこの人は普通になんかおふざけ人間だから大丈夫って言っといた。こんなこともあろうかと思って。それは嘘じゃん。夢叶えなかった、前叶えなかった夢常に叶える。そうそうそう、入ったことある。マシュさん、おつあったんさん、ヒロコロリンさん、ありがとう。明後日かなちゃんに会える気がする。なんでかな。それはかなう枠でですか、誰枠でですか。かなう枠じゃなかったら会ってないってことで。徳島のひっくんバラありがとう。かなうで東京に行っても夢叶えず、東京なんていつも行けるアピールしてそう。違う違うよ、東京なんていつも行けないよ。行けないけどお土産買わないよ。だってさ、だって意味わかんない、お土産買う意味がない。だって私ディズニー行ってもお土産買わないんだよ、誰にも。絶対東京でも買わないでしょ、ディズニーで買わなかったら。そう、お土産買わない人間なんで。お土産趣味じゃない、買うの。だってもったいないからお金。それならさ、あの食べ物食べたいよねっていうデブ思考。やだ、全然わかんない。ファンでそういう見に来たみたい。なんでだろう。今日も好きや、伊手が好きや、今日も実家。そうだよ、好きや、食べたい。握手の後に手を確認、人何割いるやろ。怖っ、めっちゃ臭いさ、あの魚の匂いとか塗っとこうかな、手に。特別写メ撮るのにかなちゃんのグッズ追加した。嬉しい、ありがとう。明日嬉しい、写メ楽しかったね。特別写メ会嬉しい、ああいうの楽しいよね。一番今日さん、あとありがとう。待って、入れ汁。そう、みんなにさ、何わがままピースって、わがままピンクってみたいに言われた。そりゃそうよ、入れ汁コールしてる。気づかれ、ね、次は気づく。エクスピアリ、ん、エクスピアリ聞いてください。ディズニーで風船、ディズニー行く前の日とか前の日とかに友達がくれたんですよ、風船をね。この前行った時にのやつあげるって言われてもらったのね。そしたらなくした。普通に意味わかんなくない、マジで。どこに置いてくの、あのでっかい風船。最悪、マジでディズニーに持ってきたかったんだよ、自分。本当にマジ悔しい。本当に風船ある、高いのに、もらったのに、あのディズニーの風船高いのに。イレジル、わがままピンク、いい申し立て。ん、何どうした。今日さん、ありがとう。数字数人ウィンク下出しサボってました。うわ、それ説教しとくわ。普通にそれさ、わがままピンクじゃないから、サボりピンクでしょ。サボリウスピンク、サボったらピンク薄まるから。普通に私は濃いピンクがいいから、濃い色になるよ普通に。サボったらサボリウスピンクですね、それ。その人たちサボリ10連勤ブラックかもしれない。お疲れ様でした。お誕生日もいた、ありがとう。ロボロビさん、ありがとう。握手会あるのかな。ロボロビさん、ありがとう。私もサボったんですが、あ、じゃあもう10連勤ブラックだ。お疲れ。おサボリピンク、そう、クルージングの前誰の前は分からないでしょ。わかる、わからない。13位 TM さん、12位カンちゃん、11位ヒロシさん、10位マサシさん、9位ハルちゃん、8位オノピン、7位ハンシタン、6位シュウ、5位オータットさん、4位マルマルさん、3位ステラ、2位ユシカワ、1位シーちゃん。ありがとうシーちゃん、ありがとう。あんだよ、ありがとう。で、特典会撮影した写真、 STU のこと知らない会社の人見てたかな、チェキになってるね、なるね、かなちゃん綺麗になるねって言ってた。嬉しい、ありがとう。そんなこと言ってくれね。あかりさんに説教してる。ああ、公式モードじゃないよ、こう非公式モード。おやすみなさい。あ、あずゆいさんだ。なにこれ、なんかさ、電話番号のさ、右下とかにありそうな、なんかシャープじゃない方のマークみたいになってるよ。なにそれ、バグってるのかな、うちのスマホ。名前変えたとこだろ、あずゆいさんじゃないってことも。あずゆいさんなの君は。毎日じゃやってるよ、ありがとうございます。こちらこそありがとう。みんなもいい夢見てね。ありがとうね、しーちゃんとは。嬉しい、話してよかったね。誰と、ん、出方どういうこと。親うなか、待って、中尾のイクラ丼がもう始まってるの。11月6の11時から絶対行くしかない。これはもう中尾のイクラ丼食べるぞ。でも私一番手も行きたいし、爽やかも行きたいんだよなとか思ったり。
あ、アスタリスク、あ、アスタリスクって言うんだ。数学的な感じ。誰と一人で、ママもいるから。明日休みだって、嬉しい。ママちゃんとご飯デートしてこようかな。カリさん、アラオさん、ありがとう。お誕生日おめでとう。ありがとう。19歳になりました。ディズニーもスリーパーも楽しそうで幸せだったよ。ありがとう。いや、しっかり帰って、もうそろそろレッスンが始まるので、しっかり帰り